大臼王子は、危機等に伝わる古代日本の皇族。日本書紀では、大臼王子、または、大臼命、古事記では、大臼命と表記される。第十二代、慶光天皇御子で、大和武とは、双子とされるが、大和武岳誕生以前の慶光天皇四年に、美濃に使わされた記録があり矛盾する。日本書紀によれば、第十二代、慶光天皇と、 皇后の張りまとを日大イラツムとの間に生まれた巫女である。同書では、道母兄弟として、大須の孫並の,の名を挙げ、大須命とは、双子とする。古事記においても、慶光天皇と若竹厳彦のぬ娘の張り間の稲日の王イラツムとの間に生まれた巫女とする。ただし同書では、道母兄として串格別王、道母帝として、大須の命、和猫命、 神串王の名を挙げる。祭祀について、古事記では、大根王の娘の愛媛、乙姫をめとり、愛媛とは、おしくろの兄彦王王、乙姫とは、おしくろ弟彦王を設けたとする。日本書紀によれば、王の命、大須の孫ら双子出生の際、天皇が怪しんで嘘に向かって叫んだので、嘘の名がついたという。ついで同書慶光天皇4年2月税月上によれば、 天皇が神骨の娘の二縁し、弟同姉妹が美人であると聞き、大臼命が、その死殺に使わされたが、大臼命は密通して含めせず、天皇から恨まれたという。この月には、天皇自身が美濃に行行しているのに、大臼王子を美濃に派遣するのは不合理なため、下記の40年7月16日上の記事の一部が、誤って紛れ込んだとも考えられる。その場合は、 生年の矛盾も解消する。また同書慶光天皇40年7月16日上によれば、天皇がエゾ平定の敵人を軍神に問うと、生成を終えた日本保高は、大臼王子に任せることを信条した。しかし、大臼王子は草むらに逃げ隠れたため、死者をして召喚させられ、天皇から責められた後、美の国に封じられた。そして、三傑君。 守君の祖になったという。古事記によれば、天皇が大根王の娘のエヒメ、姫ト姉,姉妹が美人であると聞き、大津命がその視察に使わされた。しかし大津命は密通し、天皇には偽って別の女性を剣じた。そして大津命は、エヒメとは、おしくろの兄飛王を、乙姫とは、おしくろ弟飛王を設け、おしくろの兄飛王は美濃のうねすわきの祖に、 おし弟飛行は麦徳君らの祖になったという。またある時、大津命が朝夕の食前に出てこないので、天皇が大津の命に、ネギし、教え外せと命じた。しかし五日経っても、大津命が出てこなかったので、大津の命にどう教えたのか問うと、大津命が明け方に川屋に入った時、捕まえて掴みつぶし、手足をもぎ取って、コムに包んで投げ捨てた。 と言ったという。墓は、宮内庁により、愛知県豊田市さなげ町は一人のさなげ神社内にある、大臼命墓に事情されている。宮内庁上の形式は遠急さなげ神社上記の墓は、さなげ山の山中、さなげ神社の西宮広報に所在する。このさなげ神社では、大臼命は、主祭神に祀られている。同社社殿によれば、大臼命は、 美濃に封じられて後、あたり地方の開拓に尽くしたが、慶光天皇52年に、さなげ山に登る中途で邪毒のため42歳で、亡くなったという。大臼王子について、日本書記では、三ケツ君、守君の外し、古事記では、守君、太田君、島田君、美濃のうねすわき、麦ギ君らの外する。新先生史録では、次の氏族が公栄として記載されている。 ありがとうございます。